職人大学は地場産業の職人の技を伝えるため、神戸中央区の旧あずま小学校跡地に設けられたものづくりセンターに開校したもので、今日の開校式にはおよそ200人の関係者が集まり、神戸市の笹山市長も出席し、神戸に受け継がれてきたハイレベルな技術を学んでほしいと32人の受講生を励ましました。洋服や靴など神戸に根付いた地場産業は長く神戸ブランドとして多くの人に愛されてきましたが、阪神大震災で大きな被害を受けたり、職人の高齢化などで年々後継者が不足しています。このためものづくり職人大学では洋服や靴、それに家具の3コースを設け、それぞれ第一線で活躍する一流の職人を講師に迎え、プロを育成します。いろんなものを感じながら、その若さをフルに使った感性を持って、この伝統ある技術をなんか取り組んでいけて自分のものにできたらいいなと思っています。第1期生32人は3年間で基礎を学び、21世紀に羽ばたくプロの職人を目指します。